今このキハ47は長崎方面、電車の接続待ちです。まもなく長崎線江北方面からの電車が参ります。ここが確か県境なんですよね。佐賀県側からは有徳バスさんで、長崎県側からはもともとは長崎県営さんが来てたんですが、長崎県営さんの方が多分コミュニティに変わってるということです。漢字が微妙に違ったりはします。長谷之浦です。
いやー、いい感じの木造駅舎ですね。ちょうど規模は鉄道模型のトミーテックの田舎駅舎とよく似たイメージですね。ちょっと低い位置になります。もともとの信号鉄工室もきちんと残ってますね。肥前七浦駅です。綺麗にリノベーションされてます。もともとの、切符の販売窓口、そしてこれは当然ながら小荷物の受付台ということになりますね。まさに昭和の木造駅舎。中は集会所のように改造されてます。もともとそしてここは駅長さんの宿直室だったところだろうと思います。いいですね。金庫の大きな金庫もあります。そしてやはり何といってもこのテコ室をうまく使ってカウンターを作ってるっていうのがいい感じですね。もともと昭和の時代はここにポイントの操作機器が置いてあって、駅構内をワイヤーで張って信号テコで、手動でポイントを切り替えていたという場所です。特急かもめの引退の記事なんかも貼ってあります。今やカモメが引退した後はキハ47だらけという、なかなか嬉しいと言いますかですね、キハファンにとって嬉しい感じがいたします。元々のテコ室だったところはえらい綺麗にしてありますね。いいですね。なんか手回し式の電話があったりしますよ。すごいな。